お家にいるみたいな感じですごい安心して電車の中も乗れるのですごく嬉しいです。いつもこう入っているのでバッグの中の様子を見ながら移動することが多かったので、この状態だとどんな表情で一緒に出かけられているかとかっていうのを見れているので安心して旅行ができます。新幹線の中であんまり楽しくなかったのが今すごい楽しいです。